コース予選競争第8レース対戦6選手登場しました。動きは内容数の定番通りの作戦対比行動、そして風の流れですが、スタートラインに対して左向かい風に変わって風速3メートル前後です。8レース1号艇大池祐希、2号艇峰竜太、3号艇赤坂俊介、4号艇吉川元博、5号艇有賀達也、6号艇古澤光則、以上の6選手の対戦です。1コースに1号艇の大池祐希です。陰線期待集めての戦い、そして2号艇の峰竜太、2コース3日目昨日12レースの陰線は大外からの強襲にあって4着に敗れ、未だ勝ち星なくという戦いですが、得点率は 7.50 での予選ラストになりました。3コース3号艇の赤坂俊介、4コース角は4号艇吉川元博です。前半カードは大外6コースから道中接戦リードした3着です。5コース5号艇の有賀達也、そして現在2勝マークは6号艇の古澤、得点率は峰と同じで 7.50 をマークして予選ラストになっています。8レース進入枠なり3対3の体型です。1秒前スタートしていきました。1コース1号艇の大池スタート先行決めて、そのまま先行体制です。1マークに向かって最初に1号艇の大池運んで、差しは2号艇の峰が向きました。迫っていきます。さあ入ってきたでしょうか。2号艇1号艇わずかに直線、1号艇の大池先行、へさきは入れたままインコース、2号艇の峰が行きます。その後では4号艇3号艇並んで1周にマークスタート前提正常です。2番引いていきました。1番の懐2号艇ですが、1号艇の大池トップ守ってホームストレッチへ戻りました。3着争い一気に打ち上がってきたのが5号艇のアルガ、それを外4号艇吉川を追いかけてインコースに3号艇赤坂向けます。後方最後方6号艇の古澤で2周で1マークの旋回、先頭1番追走2番、3番手は5号艇のアルガリードを広げてバック側へと抜けました。先頭から1番2番5番の順、後続4号艇3号艇6号艇です。2周目の2マークはトップの1号艇大池が後方を4、5艇身離して返してきました。2号艇の峰竜太2番手、3番手は5号艇の有賀達也で、上位体型は1番2番5番の体型、後続は4号艇の吉川、3号艇の赤坂、6号艇の古澤です。3周1マークを先頭で1号艇の大池祐希が運んでいきました。陰線を仕切りました1号艇の大池、その池にかなり肉薄した2号艇の峰でしたが、現在は5、6艇身定間が空きました。3番手5号艇のアルガ守って上位体型は1番2番5番の体型、最終ターンマークです。シリーズの初勝利に向かう1号艇大池、最終コーナー開します。3連単125のオッズは 14.8 倍を示しています。先頭1番大池ゴーリン、2着2番峰、3着5番アルガ、続いて4番ゴーリン、3番ゴーリン、6番ゴーリン。